最終的に本当に大事なのは、はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回ですね、長時間集中し続ける方法を紹介します。近年までは集中できる力っていうのは有限で、長時間集中するのは生態学的に不可能っていうふうに考えられてきたんですけど、トロント大学の研究によって実は人間の集中力は無限だということが示唆されたんですね。集中力の高め方っていうのは単なる技術でしかなくて、誰でもしっかりと習得すれば12時間くらいなら勉強することができるようになるというわけなんですね。そのトロント大学の研究では人間の集中力が低下しないっていうことは分かったんですけど、重要な点が目の前で取り組んでいるタスクに関してのモチベーションは低下してしまうんですね。すなわち集中できるかどうかは目の前のタスクに取り組みたいと心の底から思える労働的なモチベーションを高められるかどうかにかかってるんですけど、一つのことに集中し続けると人間にはどうしても飽きが来てしまうんですね。そこで一日中集中力を高い状態に維持するために、例えば数学の問題演習と英単語のインプットなど複数のやらなければいけないタスクっていうのをうまく切り替えることによってモチベーションを維持することができるんです。ただ複数のことを同時に処理していくマルチタスクっていうのは効率を大幅に下げることが知られているので、時間を区切って、例えばね1時間とかで区切って、この時間は数学、この時間は英語に取り掛かると、目の前のタスクにしっかりと集中することが大切ですね。またですね、そのタスクの一つに運動を取り入れることもかなりおすすめで、運動による血流の改善などによって集中力が 1.7 倍になることが分かっていますね。他にも複数のタスクを切り替えていくときに場所も適度に変えるのがおすすめです。というのも最近の研究によって場所ニューロンというものがあることが分かっていて、場所を変えることによって記憶力や集中力が高まることが知られています。あとこれはちょっとしたテクニックなんですけど、休憩に入る前に絶妙に切りを悪くしておくと勉強にね休憩後スムーズに戻れるんですね。イメージとしては第1章の勉強が終わったらちょっとね休憩に入る前に第2章の問題を1問か2問ぐらい解いておくといった感じですね。これが逆に切りよく終わらせちゃうと達成感からかちょっとねだらけちゃって今日はもういいやっていう風になりやすいんですね。今まで話してきたことは目の前に取り組んでいることに対するモチベーションを高める技術的な話なんですけど、最終的に本当に大事なのは目の前にあるタスクがいかに自分にとって重要なものであるのか、絶対にしなければいけないことなのか、そしてそのタスクが終わった末に開ける未来がどんなものなのかを想像して本質的にモチベーションを高めていくことなんですね。そこまでできればきっと皆さんは長時間集中し続けることができるでしょう。その先の素敵な未来をつかみ取ることができるような動画をたくさん出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。